スバルボーヤでございます。はい、キューティスです。はい、今日はどこですか。今日はですね、あの北千住。北千住ですか。北千住、まあ、ここはですね、あのそんな大きい町じゃないんですけれども、はい、大衆酒場ですごくいい店が多いんです。大衆酒場偏差値の高いところが。そうなんですね。で、今日まあ行くところはですね、その中でもですね、もつ焼き屋さん、はいはい、あの質においてはね、かなり高い。高いですよね。美味しいもつを出してるお店でございます。では早速行ってみますか。行ってみましょう。はいはい、ダッシュで。ダッシュで。なんでダッシュなの。いやいやいや、あの早速お店の中に入りました。入りましたね。まあそういうわけ です、はいはい、もつ関係の料理にはね、これだっていう飲み物があるんですよね。知ってますよ。まあそんなやつ言っちゃう。じゃ あの梅割り。じゃ あの私はぶどう割りで。こちらなかなかイケメンの店主でございます。イケメンの店主ですね。すいません。うわ、これですよ。表面張力って何。表面張力ってか、もう溢れてますからね。え、申し訳ないのこの梅。そうそうそう。でこちらはね、ワインですな。ぶどう割りと言いながらも酒を酒で割っちゃってどうすんだよ的な。まあ、これですね、あの正しいスタイルがございまして、まあ、迎え撃ちスタイルって言うんですけれども、うん、この漏れる息がちょっと酒、もうすでに酒臭いってきたね。臭すぎでしょ、いきなり。こういうしっかりとしたお酒でしっかりとした味のもつを迎え撃つと。はい、バチャーのー、見てよ、これもういきなりもうエッジが立ってる。このレバー、新鮮な証拠ということですよ。このエッジの立ち具合もう間違いない感じが。いいね。うまいです。声がちょっと若干震え気味な感じですけど、魂の叫びですよ、なんかね。あ、すごいこれ。うん、おいしい。おいしい。これマジでうまい。これで帰ってもいいんじゃないかぐらいの今感じになってるけど。ところがですね、このお店は実は、まあ、これ序章にすぎません。これあるんですか、やっぱり。それがですね、我々の目の前にございます煮込みでございます。絶景ですよね。これを見ながら一杯もいけるぐらい。エアーつまみですね、いわゆる。すごいですね。このね、串に刺さった煮込みっていうのがね、なかなか出すとこ少ないんですよね。ですね。昔はでもあったんですよね。そうそう。でも今はね、そんな多くないらしいよね。はい、来ました。あ、来ました来ました。これこれはすごいですね。 This is Motsu です。すごい。ちょっと解体させていただきます。スーッと外れますよ。もうホロホロになってる、ね、ホロホロになってますね、これ。ちょっといただいていいですか。あ、どうぞ。まあ、腸ですね。まあ、いわゆる白っていうことですね、これね。うん、うん、おじいちゃんでも食べられます。噛まなくていいぐらいな。これが柔らかくなっちゃってもうね。どうですか、おじいちゃん。来ててよかった。そんなスープで煮込まれちゃったぞ的な。ここの特性でございます。キャベツ、キャベツがあるわけですね。ここに吸ってるわけですよ、この汁を。うん、これもうおじいちゃんでも食べられます。おじいちゃんでも食べられますか。これ本当にもう歯いりません。食のバリアフリー。いや、これね、もう素晴らしく味がちゃんと染みてましてですね、キャベツの甘みがすごく出てますよね、これね。はい、いきますよ、じゃあこのでかいの。うん、うん、あ、いいですね。あ、向かい打ちスタイルですね。ちょっと目が潤んできました。若干涙目、若干涙目が、俺様涙目的な感じなんですけど。まあそんなわけですね、あのこのお店の名物がこちらなんですけども、ね、これにですね、マジック的なね、これにさらにプラスできる要素ですか。あのオプションがあるんですよ。なるほど。すいません、あのガーリックトーストお願いいたします。はい、もつ焼きっていうのは、まあ、やっぱり炭火で焼いても美味しいんですけども、です、ね、ところがですね、この炭火っていうのは本当便利なもんで、何でもうまくなっちゃうんだよね。まあ、何焼いても。そう、炭火で焼くとね、何でも美味しくなっちゃう。これなんでなのかっていうのはまだ科学的に解明されてないんでしょうかね。いや、されてますよ。あ、されてるんですか。なんかすごく水分がすっとくらしい。まあ、俺もよく分かってないんですけど。もういるわ。これですよ。ここに来て当然このまま食べても美味しいんですけども、あ、先ほど頼んだあのこの名物のですね、煮込みの種類ちょっと浸しいの的な、せっかくのサクサクなところをですね、浸しちゃうんでいいですか。ああ、もうこのしなっときたとこいいね、これね。でもこれが、ああ、やってしまうわけですか。ビアうまい。ビアマスオさんじゃないですか。すいません、またパクってしまいました。私もこれ本当にね、マジでこれね、まあちょっと迎え撃ちスタイルでして、本当にうまい。
うん、そんな感じですね、まあ、これね、たくさん飲むと効きますんで、もうすいません、ベロベロなんですよ。もうね、ここのお店一応ルールで3杯までってことになってるんですけども、まあでも、1、2杯、まあ2杯ぐらいで、サクッとやってサクッと帰ってます。それが大衆酒場です。こちらのお店も結構混んだりしているんでね、次の人のために席を空ける的なこともあります、正しい行為ですよね。ね、というわけで、まあ、我々はこれで退散しますが、はい、もし皆様もですね、北千住に寄ることがございましたらですね、ささや思い出していただければこれ幸いかと。いかがですか、ね、どうもありがとうございました。今日はお昼間がベロベロでございました。すいません、ベロベロ。